西武大新座中学校、西武大高等学校は埼玉県新座市中野2丁目にある学校法人舞踊学園が運営する私立中学校、高等学校、略称は武大、西武大新座中学校、西武大高等学校は1981年に学校法人舞踊学園により西武大高等学校として開校した。1986年には同法人により、 系列校である、竹明学園高等学校が開校したが、2008年に、学校法人千葉舞踊学園を設立し、経営を分離している。2011年に、西武大新座中学校が開校し、中高一貫校となった、50分授業、3学期制で、高校は普通科に特進選抜、特進、特進 S、選抜1、選抜2、進学の6コースがある。 中学からの内部進学生とは3年間別クラスとなる。進学コース以外は2年次から文系、理系に分かれる。土曜授業は特進選抜、特進、特進 S は土曜授業が毎週あり、他のコースは各週で行われる。堤康ろ郎が創業した西部グループとは、資本、人的に一切関係ない。特進選抜コース特進コース特進 S コース。 選抜1コース選抜2コース進学コース1、特進選抜クラス最難関国公立大学、最難関私立大学医科薬学部の現役合格を目指す。2、特進クラス難関国公立大学、難関私立大学の現役合格を目指す。プールが校内にないため、水泳部はない、ゴルフ部は男子のみとなっている。運動部全国高等学校サッカー選手権大会、2、3度。 インターハイに11度出場。平成8年から30年の間に14名。J リーガーを輩出。第60回選抜高等学校野球大会に出場。第83回全国高等学校野球選手権。大会埼玉大会にてベスト8。第92回全国高等学校野球選手権。大会埼玉大会にてベスト8。 第72回周期、関東地区高等学校野球大会に埼玉県2位で出場し、ベスト8、関東大会出場19回、インターハイ出場14回、国体出場4回、男子関東大会出場14回、女子関東大会出場4回、文化武道公会その他クラブ等は、基本的に高校生との合同活動になるが、 中学生だけで活動しているクラブもある。運動部分下部二千十五年の卒業生五百二十名の大学合格実績は、総計上位六名、グマーチ二十名であったが二千十六年の卒業生四百九十一名の大学合格実績は、総計上位十名、グマーチ五十一名と大幅に上昇した第二グラウンド校内のグラウンドは、野球部などが使用するため、サッカー部は、 校内ではなく、外部の第二グラウンドを使用している。場所は、新座市大和田3の10の20で、学校からは、徒歩で約15分かかり、最寄り駅の JR 武蔵野線、新座駅からは、徒歩で約20分かかる。駅から徒歩圏内ではなく、交通が不便なため、スクールバスが、柳瀬川駅、新座駅、所沢駅の3駅から出ている。 スクールバス路線バス 2018FIFA ワールドカップ日本代表、進路情報西部大高等学校激坂、高校マム139西部大 MF、三浦大輝無回転ミドル炸裂。裏は原口に追いつきたい。ありがとうございます。